ドレイク・ブレス、鉄王国か。一度ビビアンから話を聞いておこう。イヴァン、何を読んでるんだ？バリスゼア食機構です。語り部からお借りした本なんですが、これには魔物の調理法が書かれているんですよ。魔物の調理？ええ、この本にかかれば全ての魔物がごちそうに思えてきます。姿焼きから甘味までいろんな魔物料理が。ああ、一度でいいから食べてみたい。挑戦してみる分には止めないさ。でも魔物を捕まえるとなるとひ弱な僕にはとてもとても。だからシド、お願いします。食材の調達に力を貸してくださいませんか。やれやれ、そこまで熱心に言われたら仕方ない。さすがシド、ありがとうございます。それでどんな料理を作るつもりなんだ？はい、この本の中でも特に目を引かれた魔物の煮込みシチューにしてみようかと。ですが問題があって、何の魔物を使うのか肝心なことが書かれていないのです。食材のところには魔物の肉、紫根の重宝と記されているだけで、他に手がかりは？そうですね、ロザリアさんが特に濃厚とあります。ロザリアに住む魔物の肉ということか。マーサの宿にいる商人なら何か知っているかもしれない。早速行ってこよう。あんたたちが残ってくれて助かるよ。残ったみんなでマーサを支えていかなく。旦那、何かご入り用で。紫根の重宝と呼ばれる食材を探しているんだが、何か知らないか？おや、ずいぶん古い言い回しだ。紫根の重宝はローランド・スコーピオンの尻尾ですよ。殻をつけたまま煮込むことで肉が紫色に染まるんだとか。昔は戦の時など食料不足の折に食されていたようですが、今となっては珍味の類で、この辺りの商店ではどこも取り扱っていませんね。そうだったのか。その魔物はどこに生息しているんだ？確かここから少し離れたスリーリーズ湿地だったかと。ありがとう、探してみよう。危機は去ったわけじゃない。清橋はここを出ていく。異常はないようだな。行くぞ。銃砲が取れるのか今だ。どうだ。これが仕込みの重宝。新鮮なうちにイヴァンに届けよう。シド、紫紺の銃砲は手に入りましたか？ああ、これだ。ありがとうございます。ってまさかこの毒々しい殻付きの肉が？紫紺の銃砲の正体は湿地に出るスコーピオンの尻尾だったよ。なるほど。よし、とにかく作ってみよう。少し待っててくださいね。できましたよ、シド。魔物の煮込みシチューの完成です。早速いただきましょう。さあ、シドからどうぞ。あいにく今は腹が減ってないんだ。後で食べたいって言っても遅いですからね。それじゃいただきます。モルボルの臭い息に勝るとも劣らない鮮烈な臭みが口の中に。でもそれを超えた先にとろけるような肉の食感と芳醇なうまみが広がっていく。鼻がもげそうですけど、こんなに美味しい料理は初めてです。なんて幸せなんだ。ありがとうございます、シド。そうか、よかったな。これは僕だけが食べるのはもったいない。みんなにも食べさせてあげないと。後で料理長のモリーさんに交渉して献立に加えてもらわなきゃ。なあ、頑張れよ。癖になる後味だ。魔法でしっかり冷やすんだ。何よ、大したもの。よし、行こう。ご苦労様。よし、なんとか倒したか。すべて片付ける。これで片付いたか。ポートイゾルデにはロザリア貴族が。ロザリアにはどうも魔物討伐の手が足りないらしい。クライブ、ちょうどよかった。どうしたオーガスト？バラクソンのことで気になることがあってな。このところどうもあいつの様子がおかしい。一緒に酒を飲んでいてもどこか上の空さ。何かあったのは間違いないんだが、俺には言ってくれなくてよ。バラクソンが困っているならなんとか解決してやりたいんだ。頼むクライブ、手を貸してくれないか。分かった、力になろう。助かるぜクライブ。ひとまずブラックスワンと話してみるか。ああ頼む。あんたと一緒ならブラックスワンも口を開いてくれるかもしれない。俺は先にあいつのところへ行ってるぜ。いる頃はやけに過労になついてたな。なんだクライブ、オーガストと一緒とは珍しいじゃないか。二人して何の用だ。あんたの様子が気になってな。俺でよければ話を聞こう。なんだと。オーガスト、てめえ余計なことを吹き込みやがって。なあブラックソン、悩みがあるなら言ってくれよ。俺には無理でもクライブならきっと何とかしてくれる。俺はお前が心配で。すまなかった。別に悩んでたわけじゃない。ただどうにも調子が乗らねえだけさ。何かあったのか。先日カローンがある革鎧を仕入れてな。そいつは今まで見たこともない革でできてやがった。どうやってなめしたのか見当すらつかない。まさに一級品の革だ。俺も腕には自信があったが、世の中に自分よりはるかに腕の立つ職人がいると思うと少し悔しかっただけだ。もういいか、仕事の邪魔になる。よそへ行ってくれ。ブラックソン。ブラックソンのやつ、あんなことを気にしてたんだな。ああもう自信をなくしちまってるとは。一級品の革というのがそれほどの出来だったんだろう。その革を調べてみるか。もしかしたらブラックソーンが自信を取り戻すための手がかりがあるかもしれないからな。付き合ってくれるのか。隠れ家の鍛冶師があの様子じゃみんなも困るだろう。それに奴に威勢がないのは俺も寂しい。ありがとうクライブ。カローンが仕入れてた革鎧と言っていたな。彼女に話を聞いてみよう。いる頃はやけにか。カロン、今いいか。先日仕入れたという革鎧について教えてほしい。ブラックソーンが気にしてた鎧だ。覚えてるか。ああ、あれのことかい。偶然出会った革職人から直接仕入れたものでね。自分で素材を集めては一点物を作って生計を立ててるっていう変わり者さ。でもうちの店では保全しきれないし、高く買うって小塚がいたからもう売っちまったよ。その職人とはどこで。私が会ったのはダルメキ山で仕入れに行った時だ。自分で狩りをするようなけったいな職人だったからね。今どこにいることやら。そうか。あ、お待ち。そういや次にドズメアの皮を狙うとか言ってたね。ドズメアってのはかなり珍しい魔獣なんだが、石の剣の連中が最近ザンブレク寮で見たって聞いたぞ。サロンのリスキーモブ掲示板に何か書かれてるかもしれない。ありがとうカロン、参考になった。いいってことさ。オーガスト、俺はこのままザンブレク寮へ向かい、ドズメ屋の出たあたりで革職人を探してみる。それじゃ俺は引き続き革鎧の方を調べよう。一点物で生計を立てているとなれば名の売れた職人かもしれない。なるほど、そっちは頼んだぞ。オートイゾルデにはロザリア貴族が、ロザリアには何の守り手という一派がある。なんだネクタール、リスキーモブ掲示板か。各地に現れた凶暴な魔物リスキーモブの目撃談が張り出されている。どいつもこいつも石の剣の連中には手に負えない強さだと聞いた。お前の思惑はともかく、人の暮らしを脅かすのは戦や黒の一帯ばかりじゃない。リスキーモブを倒すことでも人が人として生きる場所を作ることにつながるか。分かった、力になろう。ロズメアが目撃されたのはこの辺りか。近くに革職人がいるといいが。どうしたトルガル？あれは人か？大丈夫か？はい、危ないところでした。ドズメアに背後から襲われ、戦う間もなく気を失っていたようです。無事で何よりだ。私は革職人のカミル。助けていただいてありがとうございました。革職人？もしや以前カローンという商人に革鎧を売ったことが？ええ、覚えていますよ。私の革鎧を高く評価して買い上げていただいた方ですから。結構値切られましたが、でもなぜあなたがそれを？その商人に話を聞いてあんたを探してたんだ。そうだったのですか。うちの鍛冶師も相当な腕だが、あんたの革鎧を前に打ちのめされてな。嬉しいです。そんなに評価していただいて、ドズメアを仕留める凄腕の傭兵さんが認めるほどの方。同じ職人としてなんとか力になってあげたいですが。そうだ、この品を差し上げましょう。これは？その革鎧に使っていた花崗顔です。手元にある分だけですが、ぜひ鍛冶師の方にお渡しください。いいのか？ええ、助けていただいたお礼です。製法まではお伝えできませんが、その革が何かのきっかけになれば、それにあなたがドズメアを倒してくれたおかげで目当ての革を手に入れられましたから。なら遠慮なくいただこう。そうしていただけると。ではそろそろ次の狩り場へ向かわなければ。鍛冶師の方にもよろしくお伝えください。ああ、世話になった。よし、早速ブラックソーンに渡してやろう。それで今クライブが職人を探してるんだ。おう、戻ったかクライブ。それで例の革職人には会えたのか？ああ、なんとかな。ブラックソン、彼からあんたに贈り物だ。こいつは？例の革鎧に使われていた花崗革らしい。何かのきっかけになればと言っていたよ。なるほど、違う種類の革を組み合わせてあるのか。それを何層にも重ねて補強してある。そうか、革鎧に仕上げた時にこの上からさらに油で染めてたんだな。それにしてもよくできてやがる。俺にはただの革にしか見えねえが、さすが職人だ。凄さがわかるもんなんだな。そうだクレイブ、その職人なんだが、カミルって名前じゃなかったか？確かそうだ。やっぱりな。一点物を作って生計を立てている革職人を探ってみたら、そいつの名前が上がってきた。そいつの故郷のタボールって村は革細工が盛んだそうだ。中でもカミルの家系は一子相伝の技術でこの革を作っているらしいぜ。そうだったのか。俺のために面倒かけたな、二人とも。この川を見てるとなんだかやる気が出てきたよ。ブラックソン、そいつはよかった。やっぱりあんたは根っからの職人なんだな。ああ、本当にこいつはとても真似できるもんじゃねえ。悔しいがな。だがこのやり方を応用できればお前たちに質のいい装具を用意できるだろう。例の一点物ほどきめ細かくは作れない。それでも戦漬けのお前たちがずっと使い続けられる形にしてやれるはずだ。よし、こうしちゃいられねえ。早速仕事に戻るぞ。ブラックスオーンのやつ、いつもの調子に戻ったみたいだな。ああ、これで一安心だ。ようやくまた気楽に2人で酒を飲めるってもんだよ。さてと、俺もこうしちゃいられねえ。一仕事してくるわ。ありがとうよクライバー、本当に助かったぜ。ポートイゾルデにはロザリア貴族のやあ、最近よく顔を出すじゃないか。君のために何か面白い話を仕入れておくべきだったな。結構だ。お前の小話を聞くとろくなことがない。君がシャレを下さんだけだろう。さて、今日は何だね。鉄王国について教えてくれないか。あの国のことを詳しく知りたい。ドレイクブレスが次の標的ということか。あれが位置するのは荒波に浮かぶ絶海の孤島。かつてロザリアでドルスタヌスと呼ばれていた聖地だったが、長らく鉄王国に占領されている。鉄王国、それはバリスゼアの西部島しょを領土としている宗教国家だ。だが同じ宗教国家でもザンブレクが宗教を祭りごとに利用するのとは異なる。鉄王国はそれ自体が国家の基盤となっているのだからな。クリスタル聖教、それがかの国の根幹。クリスタル聖教はマザークリスタルを聖なるものと崇めている。故にその一部をクリスタルとして切り出すばかりか、ただの道具に貶めるような魔法の使用を禁忌とした。神と共に言わせればエーテルは汚れであり毒というわけさ。その毒を喰らい魔法を行使するドミナントを兵器として扱っているのも特徴の一つだろう。今から約80年前のこと、風の大陸北方のマザークリスタルドレイクアイの消滅を機に、北部諸国とロザリア公国が衝突した。この大規模な戦の陰で鉄王国は公国領を侵犯するに至る。ドレイクブレスを抱くドルスタヌス島、ロザリア最大の聖地を実効支配する形でね。公国側の抵抗も虚しく、クライブ、君が物心つく頃にはもはや遠征以外で立ち入れぬ地になっていたはずだ。そしてロザリアが滅んでからはドレイクブレスは完全に鉄王国のものとなった。時を経てついに奴らは大陸進出の足がかりとなる要所を手に入れたというわけだ。信仰の対象たるマザークリスタルを持ち、大陸への玄関口ともなるドルスタヌス、かの地はまさに奴らにとっても聖地となった。今この時もクリスタル聖教の教えのままに他のマザークリスタルを狙っているのだろう。俺が子供の頃もロザリアと鉄王国はドレイクブレスをめぐって戦をしていた。フェニックスゲートで事件が起こったのも奪還のために本格的な戦端を開く前夜だった。その後統制を失ったロザリア軍は鉄王国の侵略を許し、ジルを含む女子供がさらわれたというわけか。どうだねクライブ、ついでに祖国の復讐も果たしてみては。俺はドレイクブレスを破壊しに行くだけだ。参考になったよ、ありがとう。よし、ジルと話をしたら出発しよう。ボートイゾルデにはロザリアこれでやっと鉄王国に。ジル、支度はあらかた済ませたところ。君は言っていたな、やり残したことがあると。ドレイクブレスに行く前に聞かせてもらえないか。それが一体何なのかを。クリスタル正教の最高指導者大司祭イムランの息の根をこの手で止めることよ。それが自分の過去と向き合い決着をつけるただ一つの方法だから。大丈夫、無茶はしないわ。クライブが支えてくれるって言ったもの。ジル、マザークリスタルの破壊も私の目的もどちらもやり遂げてみせる。行きましょう、ドレイクブレスへ。ああ、そうしよう。